執着を手放すにはどうしたらいいでしょうか。具体的にはですね、執着を手放すにはどうしたらいいでしょうか。分かっていても頭から離れないことがあります。ふとした出来事や匂い、風景を見るとありありと思い出して頭がいっぱいになります。執着を手放すといった場合、さまざまな方法があります。ヨガや仏教はまさにこの欲望、これをどうコントロールするかというのを3000年間こう探求してきた学問ということもできます。だから今回のケースに関しては、ふとした出来事や匂い、風景を見るとありありと思い出してしまって頭がいっぱいになりますということですね。でまず見てしまったら思いもよらず頭から離れないという場合は、ともかく前からですね、何かにとらわれてるなということが分かっている場合には、見ざる、言わざる、聞かざるという言葉があります。つまりそう、悪いと分かってるんだけども、そのなかなか執着が手放せないもの、その執着の心が出てくるきっかけになるようなものを見ないようにすると、話さないようにすると、聞かないようにすると、接点を持つとそれが湧き上が起こってくるから、それをなるべく見ない、聞かない、言わないと。だからこのサンザルっていうのは、あの仏教とかその他あの宗教の中にあった教えですね。見ざる、言わざる、聞かざる、日光東照宮などの、江戸時代の名工左甚五郎の三猿の像、これが有名です。で、二つ目ですね、もうそれを見てしまって、それに意識がとらわれるときにどうしたらいいかということです。これに対してもいろんなやり方あります。一つはですね、別のものに集中する。これはヨーガの一つの奥義でもあります。何か悪いものに意識がとらわれているときは、何か別のですね、ものに意識を集中させます。自分が好きな悪くないものでも構いません。そっちに集中することによって結果的にその悪いものに意識がとらわれるのをですね、防ぐことができる、ということです。別のものに集中してそれを忘れる、こういったあのテクニックですね。まあ、あの仏教などで言えば、その仏様を観想するとか、念仏を上げるといったような方法もあります。しかしこれは一般の場合はですね、自分の好きな動画とかね、それからまあ音声とかね、そういったものでもいいですし、そうじゃなくて、まあ気分を変えるためにその部屋の換気をしてですね、で深呼吸、これをしてみるとか、外に出てみてね、自然豊かなところをちょっと歩いてみるとか、これは気分転換、気分転換リセットの方法なんですね。これはですね、まあ多分否定的な思いですね、抑うつ感情かな、そういったものが出てきたとき、すごくネガティブになってきちゃったときなどに心理療法なんかで進められるリセットです。自分の心が穏やかになるような動画とか音声、ないしはその部屋の換気をしてですね、深呼吸、これをしてみる、そしてまあ野外に出たりして、自然の中歩いてみるといったような気分転換によって否定的な感情にとらわれる、執着してしまうというところから脱却していくということですね。他にももういろいろあります。そのとらわれの対象の悪いところ、これを考える。そのとらわれ、はですね、それこう引きつけられるとすると、いいんだと思ってるわけですけど、その対象の悪いところを考えるというのがあります。仏教は伝統的にですね、例えば異性、これに対する執着があまりにも強いときですね、こういう身体は不浄であるという瞑想、これを釈迦
をはじめとして説いてきました。一英がどんなに美してイケメンでですね、自分が囚われるとしても追い闇死ねば醜くなると、イケメンもそうでない人、体の中開いてみれば五臓六腑でグロテスク、そしてよく考えてみればそのご飯を食べて糞尿、これを出す糞尿製造機が人間の体などというですね、伝統的な瞑想もあります。だからまあこういうのはですね、向き不向きっていうのがあってね、この瞑想を一生懸命やってた男の子がね、好きな女の子のことをこうやって考えるんだね。好きな女の子がそのご飯を食べて排便をするところ、これが想像できないとかね、好きな女の子の悪いところを考えてもいいとこばっかり頭についちゃってダメとかねそういうのって失敗しちゃった場合もねあってですね、ですから皆さん、私が今言ってるのはいろんな例示をしています。で、皆さんがあこれは使えるなって、皆さんの得意技っていうのかな、それをですねなんかちょっと見つけるのが重要です。今ね、見ざる言わざる聞かざるで囚われる前に見ない、接しないと。2つ目、接して、気持ちが出てきたら別のものに集中して、振り切ろうとすると。で、3つ目もその悪い部分、これをよく考えて、和らげていくといったような、いろんなお話をしました。ですからいろんなお話をしますから、その中から選んでみてください。仏教伝統の方法は、先ほど言った自分が囚われているものの悪い部分、苦の部分ですね、それを考えるっていうのもありますが、もう一つ別のものがあります。それは無常の教えです。どんな素晴らしいものも結局は生じて滅していくんだと。生まれたもの、出会ったもの、これは死んでいくし、どうしても別れていくと。長期的に考えるとその執着に値しないんだという瞑想の仕方があります。これは好き嫌いを分けたりすることにおいて有効で、まあ例えばその王様も乞食も死んだらみんな骨になると、美味しいものもまずいものも食べたらみんな糞になると、それからまあイケメンもそうでないものも、老いたらみんな醜くなるといったら、無常性によってですね、自分がこういうのが好き、こういうのが嫌いっていうのが実は時を経てあまり違わないものなんだと、そういうふうに考えなさい。無常ってですね。それからもう一つ、無我の教えがあります。苦、無常、無我、伝統の仏教の3つの瞑想です。どんなものも本当の意味で私、私のものではない。どんなものも私、私のものではない。お金、これも結局追い闇死ぬと手放していかなきゃいけない。どんな財物も名誉や賞賛も手放していかなくちゃいけない。その他人のとこから自分のとこに来て、自分のとこから他人のとこに行く、つまり自分のものじゃなくて借り与えられてるようなもので、最後には返さなければならないと。自分のものじゃないんだという瞑想ですね。これがですね、お釈迦様、これが説いた無我という教えです。無我、無常、苦、いかがでしたでしょうか。まあ現代のね、若者からするとそのお釈迦様の教えの中で、ね、有効な教えもあるんですけど、ちょっと現代の人がやってもですね、なかなかちょっと効果ないなと思うのもあると思うんで、今言った5つぐらいの方法ですね。接しない、接したら別のものに集中、気分を転換する、無常、無我、苦、こう6つお話しましたが、何か自分が得意なものをですね、見つけ出していただいたらと思うんですね。で、一つですね、非常に面白いことをお釈迦様は言っています。その感覚は苦と言います。感覚っていうのは皆さんが見たり聞いたり嗅いだりして、この場合の風景とか匂いとか、そうみたいに、それがいいなと思ってそれに引きつけられる、その感覚ですね。感覚が苦っていうのはどういう意味だろうかというとですね、まあこういうことです。感覚でですね、これは美しいとか、それからまあ美味しいとかあって、でそれによってそれが好きになっちゃって、で人間はそれにとらわれると際限なく求めていると、それに中毒みたいになってしまうと、そして苦しむことになると。なぜかというと、求めても得られない場合もあるし、得たものを失う場合もあるし、他人と共に求めて奪い合って奪い負ける場合もあるし、
囚われすぎるとその喜びではなくて苦しみの部分が出てくるんだとですね。まあこの質問自体がね、そういうことを前提に囚われないようにするためには、執着しないようにするためにはどうしたらいいですかっていうのは、そういった囚われることのその裏側に苦しみがあるということを踏まえての気づかれての質問だと思うんですが、そのように解きました。もうちょっと言いますと、求めても得られない苦しみがあると、好きになって執着して得ても、今度はそれを失うないし別れる苦しみがあると、それからその裏側にですね、人間はその他と共に求め合いますから、奪い合ってですね、憎しみ、それから恨み、これが生じてくる場合もあると。そしてそうやって一生懸命自分のその心地よいと思う好きなものを求め、いろいろ吸ったもんだするが、追い闇死の中でどんどん得られないケース、奪い負けるケース、失うケースが増えてしまう。だからそういった何かをこう際限なく求める生き方は苦しみであると、これは四苦八苦の教えと言います。ですから、そのそういうふうに長期的に人の心の働きを考えてね、苦しみが喜びの裏に隠れていると、そういうふうに考えると、だんだん苦しみが要するに見えてくるっていうか、囚われが弱まってくるだろうなどという教えを説いています。はい、それではこのぐらいにしております。ただ囚われ執着を和らげるっていうのは仏教のですね、まさに修行目的の中枢なんですね。ですから今日今ポッとお話したこと、これがですね、唯一の仏教ない心理学におけるその過剰な執着、囚われ、これを弱める方法だというのは全然大間違いでね、執着を弱めるためにですね、非常にこう念入りな準備段階とか達成段階の修行法が、3000年間ヨガ、2500年間仏教、ずっと探求してきたものだということができるので、そういったことは機会を改めてまた詳しくパートパートでお話できたらと思います。